俺らはこの前もね、うん、一緒の仕事で女子アナの人がいっぱいいる時も完全にやっぱもちろん見方が違ってくるけど、うん、女子アナの中でもこの人はこうだ,ーだっていうのが俺らの中であるけどまたそれにちょっと違った感覚が入ってくるわけですよね、うん、まあでもまあそこに並んでるのはそんなに大差ないけど、うん、あの <laughs> <laughs> いやだってね興味女子アナになろうと思ってるやつらにね、うん いいやつはいないわよ。<laughs> まずスタートから。<laughs> そりゃそうだよ。そこ分かった上で入ってきてるっていう。本当に私あのもう本当にニュースを見たいんです。うん。うん、もう本当私はあの報道の世界で行きますって人、うん、今女子アナから入ってその道に歩めない。 ぐらいは分かってるのがうんじゃあなんで今女子アナになるかって言ったら支配されたんだろみたいなっていうだって今ね頑張ってタレントさんになってさあのもう粋な壇に座ってさなんか勘の悪い合いの手入れたりとかさのの悪い手しながらこうみんなヒーヒーヒー言ってやってるわけじゃないそれよりはやっぱり女子アナでさシャラっとして続いては 言ってればいいんだからさまあでもその中でも高島屋さんとかやっぱり別格よそれはだから何さかのぼれば NHK の加賀美幸子さんねまあ今だ現役だったら TBS それこそ TBS の吉川美代子さんとかさもうちゃんと長きにわたって女子アナじゃないよねもう女性アナウンサーはいるわよ女子アナっていうのは抜きネタとあんまり変わらない 抜きネタるうん、だってみんなパンチラとか取られちゃうわけだからさ<ー>、うん、でもパンチラオッケーぐらいなやつらよ <laughs> いやそれもそれも加味してなってるよ<ー>ど,どうですかみたいな<ー>私抜きネタですよっていうね理心理でそれが見えかいま見えちゃうそ,うそのずぶとさはもうもう持ってる人じゃないと無理だよ<ー>そんな それ分かってて受けてるのにさ、うん、ななん私別にこういう扱いされるために女子アナになったわけじゃありません、うん、なんて言ったらさ、うん、もうじゃあやめろって話よ。<laughs> そういうものだろう女子アナってのは